県の古い地図を見ていたら、東郷池の近くに全く存在を知らなかった火葬場を見つけました。宇野火葬場と名前まで書いてあったその施設、どうもまだ残っているのではないかと思って見にやってきました。民家のような作りの火葬場が見事に残っていました。火葬場があるだけでなく、結構大規模な葬送空間が広がっています。竹の高い草が茂っていますが、見に来たタイミングがたまたまそうだっただけと直感しました。この葬送空間、地元の方々は放棄しておらず、定期的に手入れしているように思います。私の拠点からはかなり遠いのですが、日を改めて必ず裁縫しようと誓いました。ただ来るだけではなくて、よく勉強してからにしたいと思います。資料を漁って、宇野だけでなく、東郷池周辺が極めて興味深い地域であることが分かりました。まず、この辺り全域が江戸時代から火葬が盛んな地域とのことです。そして、宇野とは別のある集落では、火葬後の収骨をごく一部だけ拾って、あとは東郷池に投棄していたというのです。そちらの集落ももちろん見に行きますが、前回の続きでまずは宇野を訪ねましょう。宇野火葬場に再びやってきました。予想が的中しました。いや、予想以上ですね。かなり丁寧に草が刈られていて、足元は全く悪くありません。火葬場はともかく、葬送空間は今も大切にされているのが一目瞭然です。大きな石の台があるのは前回も確認できましたが、二重構造になっているのは今回初めて気づきました。草は刈っても火葬場に至る道を挟む植栽はきちんと残してあります。語彙力を失ってすごいとしか言えません。火葬場の反対側には灯籠に挟まれた階段があります。それを登って見下ろした様子です。やはりすごいとしか言えません。ところで階段は一体何のためにあるのでしょうか。それはこちらにお参りするためです。宇野集落、現在は家ごとのお墓が集まった墓地がありますが、かつては一尊相母制という墓の持ち方をしていました。火葬した骨は一部だけを仏壇に納め、その後京都の東本願寺に納骨します。残りの骨はこの尊内相母に埋葬するというのです。一番右の納骨塔が昭和30年のもので、おそらくこの葬送空間が作られたのがその時期です。真ん中の尊内納骨塔は大正7年の建立、左の尊内総先祖の墓は明治7年遷地と書いてあります。2つは別のところから移されたのですね。3つの納骨塔の後ろに小さな石があります。これは江戸時代の葬墓だということです。民族学的に大変興味深いものがまだ残っていて、こうして現物を見られるのは嬉しいものです。大きな石の台を中心に、四方に配置された納骨塔や火葬場、そして香炉台。アレンジが素敵すぎて、相変わらずすごいという言葉しか出てきません。さて、火葬場ももちろん忘れてはいません。こちらは残念ながら少し傷み始めています。普段なら傷んでいる方が中を覗けて嬉しいのですが、ここの葬送空間については完全な姿で残っているのを見たかったですね。建物はあまり大きくありませんが、煙突はレンガ製で高さが結構あり、大変立派なものです。この辺りでは火葬場のことをヒーヤというそうですが、江戸時代から火葬しているのですから、これが初代のヒーヤのわけはありません。一番新しい納骨塔が建った昭和30年か、それ以降の建物かなと思います。傷んでいるのは残念と言いつつ、割れている窓からは覗かせていただきましょう。高くて顔は届かないのですが、手を伸ばしてスマホで撮影しました。火葬炉の真上に天井がないのはなぜでしょう。
正面側に回ってみました。今度は手を横に目いっぱい伸ばして撮影です。草を丁寧に刈っているためか、つる植物の侵入はありません。床も結構綺麗なので、もしかしたら建物の中も地元の方が手入れしているのかもしれません。ちなみに私で隠れていますが、棺を乗せて担ぐ道具のようなものが置いてあります。反対側には阿弥陀様の掛け軸がありました。建物の西側です。本来あるべき正しい方向におられます。浄土真宗の教義が徹底された集落であり、その創造空間の仮想場なのでした。なお、お骨についてですが、家の墓を持つようになった今でも村の葬墓に納める方もあると1994年発行の資料に書かれていました。2024年の今はどうなのでしょう。趣味をリストラして仮想場だけに絞ったつもりでも、その立地や周辺の様子に関心を向けると好奇心をくすぐる要素が散りばめられています。東郷池周辺は大変濃密です。東郷温泉やハワイ温泉の旅館に泊まって昼は周辺を探訪するというのを素敵な旅行プランの一つとして提案させていただきます。それではまたハワイで会いましょう。